皆さんこんにちは、皆さんいつも頑張っておられると思うんですけども、なかなか頑張ってるのに自信が持てないことってないですか？ありますね。で、それはね、なんでかなんですよ。これまずね、あなたは大きな勘違いをしてます。一つの大きな勘違いは、結果が出たら自信を持てると思ってるんですよ、ね、これはね、もちろん僕もそうだったんですけど、それをやってるとね、はっきり言って結果が出ない時の方が多いです、ね、この人すごい結果出してるなって思う人でも、もっと高い理想を持ってるので、その人にとってはね、まだ結果が出てないのと一緒なんですよ。だから全然満足することができないんですよ。でね、実は自信が持てるか持てないかのね、大きなポイント、これね、ほとんどの方が知らないと思います。これは本当に、ミロスしか言ってくれない、実は全部ミロスしか言ってくれない内容なんですけども、これね、自信が持てるかどうかはね、コミュニケーションがうまくいってるかどうかなんですよ。ここで自信が持てるかどうかなんですよ。ね、コミュニケーションがうまくいってる時、愛されてるなと思える時、認めてもらえてるなと思える時、その時はあなたは自信持てます、ね、逆にどれだけ結果を出しても認めてもらえなければ自信は持てないです、ね、ただしいつも言いますように、認めてもらえる認めてもらえないというのは他者がいて、それは自分が映ってるわけですよね。要するに、あなたが自分とのコミュニケーションができたら自信を持てるんですよ。これでいいんだ、自分はこれで本当にいいんだと。それが現状を変えていくんですよ。だからまず自信なんですね。でもこの世では相対ということで存在してますから、自信があると自信がないというふうに二つに分かれるわけです。で、自信があるというのは何か条件があるわけですね。先ほど言ったように、こうなったら自信が持てる。でもそうなってないから自信が持てないっていうふうになってるんですよ。ね。じゃあ、永遠に自信を持ち続けることはできないというふうになってるわけですね。そう。じゃあどうしたらいいんでしょう。あなたを認めたら、あなたに対して自信を持つことができるんですよ、ね、だからまずあなたの中の男性性、女性性とのコミュニケーションなんですよ。ここのコミュニケーションが取れることによって、要するにもっと言えば、あなたの男性性と女性性のコミュニケーションですね、これが取れれば取れるほど、うまくいけばいくほど、楽しいですからね。よく考えてもらったら分かるんですけども、よく考えなくても分かるんですけども、コミュニケーションがうまくいってる時だけ幸せなんですよ、ね、状況関係ないんですよ実は、ね、でそのあなたが、相手を通して、はっきり言ったら受け入れることで自分を認めることができるんですよ。だって相手に移るのはあなたですから、そのあなたを自分だと受け入れることによってコミュニケーションが取れます、自分との、ね、それをどん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 バランスを整えていくことによって、あなたは自信を持つことができます、自分を信じることができます、ね、そしてこういうことがしたい、ああいうことができるんだ自分は、ね、そしてやっていいんだっていう許可を自分に出すことができます。だから必ずそういう方向に行って、そういうふうに現状が変わっていくので、ますますあなたは自分のことを認めていくことができるわけですよね。でもそれはもともと自分を認めたからそうなったわけなんですよ、ね、だからそれは全部コミュニケーションです、ね、これなかなか知らなかったんですよね。特に男性なんかは頑張って結果を出せたら自信を持てるとかね、思うんですけども、そうじゃないです。その前に、自分自身との信頼関係を作ることです、ね、必ず自分は自分のことを見捨てない、ね、絶対自分のことを
ね、やりたいことをやってあげられるんだ、ね、それを認めてあげる、相手を通して認めてあげる、そのことによってあなたは本当に楽しい人生を送ることができます。はい、それでは頑張ってみてください。ありがとうございました。